それでは幹事長定例会見を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、皆さんお疲れ様です。お集まりいただきましてありがとうございます。まず冒頭ですね、この連休中皆さん方お休みの方も多かったと思いますが、連休中にですね、我が党大阪維新の会が琴武さんに参議院での出馬の要請をしたということが一部マスコミで報道をされました。まあ、記事を読むとですね、大阪維新の会が政党という組織として、音武さんに出馬を打診したと、そして4月中に音武さんから出馬はしませんと断られたという、中身でございました。まあ、本来組織としてですね、出馬を打診するということは代表もしくは私幹事長がですね、やるべきことでありまして、ニュースを沸かさないというメディアのルールからなかなか誰がそういうことをやったのかわからない状況ですけれども、申し上げたいのは組織として大阪維新の会という組織として音武さんに出馬を要請した、そういう事実は全くございません。またその報道によりまして音武さんがですね、大変心配をしていただいて橋本顧問の方にですね連絡がありまして、そういうオファーを受けた事実はございません。それによって松井代表馬場さんに大変ご迷惑をおかけしているんではないでしょうかという、お詫びとですね、ご心配をいただく、連絡がございました。私は橋本君からその話を直接聞きましたので、音武さんが嘘を言っているということはないと思いますので、そのことも、その記事が、間違っている部分があるということの証明だと。感想としてですね、やはり選挙の責任者であります私にですね、なぜ裏打ちの取材がなかったのか、いろんな取材を積み重ねて、記事を書いたというご説明でありましたけれども、一番の責任者である私に裏打ちの取材がないまま掲載をしたということについては、私は大変アンフェアな取材ではなくなかろうと、やはりフェアに取材をしていただくと、我々、公人ですので、私とか、政党がいろいろなご批判を受けるのはこれは当然のことでありますけれども、ぜひメディアの皆様方にお願い申し上げたいのは、フェアな取材をしていただきたいということを、お願いしておきたいと。続きまして、今週末14日土曜日に大阪の方で常任役員会と戦略本部会議を開催いたします。詳細なタイムスケジュール等は改めてその方より連絡をさせていただきますが、この日はこれ以外にもですね、参議院の候補者にも集まっていただいて、我が党の公約の説明であるとか演説の仕方のトレーニング、そういうものも考えているところでございます。また昨日大阪で渡辺芳美前衆議院議員が我が党の松井代表をお尋ねいただいて、一兵卒として、日本の改革に携わりたい、一緒にやらせてほしいというお申し出がございました。松井代表の方もそれを了としておりますので、14日の常任役員会で、渡辺芳美前衆院議員の入党、また全国比例での公認というものについて図らせていただく予定でございます。それと5月13日、今週の 金曜日ですね、補正予算が提出されるやに聞いております。かなりの大規模な、
財源等についてどういうふうにするのかという説明もこれからお聞かせいただかないと、いけないと思っております。まあ、予算委員会で、私松並健太代議士がですね質問にさせていただいて、この補正予算の中身について議論をさせていただきたいというふうに思っております。まあ、ご存じのように東北の東日本大震災の時にはですね、国会議員が この復興に対して協力するという意味で、2割国会議員の給与をカットしてまいりました。まあ、昨年、元に戻ったわけなんですけれども、まあ、今回そういう話は全く起こってまいりません。そういう観点でですね、我が党といたしまして、すでに他の政党が、被災地に対して被災地の自治体に対して義援金を、送っているところだと聞いておりますので、我が党としてもですね、我々の給料の2割分、まあ、当面1ヶ月分ですけれども、2割分を計算してですね、我が党としても被災地に対する義援金とさせていただきたい。先ほどの病院銀行段階で承認をいただいたところでございます。まあ、国家公務員の皆さん方の給料もアップをいたしました。国会議員の給料も元に戻りました。やはりこういう大震災が起こった時にはですね、きちっと身を切る改革というものを行うのが当然だというふうに思っておりますし、まあ、26兆円とも言われています全国の公務員の給料、これをまあ2割カットすればですね、十分この震災対応の財源は生み出されるというふうに思いますので、まあ、そういう観点からも予算委員会での質問もさせていただきたいと考えております。参議院選挙の方は、近日中にまた数名の公認候補を決める予定でございます。またあるかどうか分かりませんけれども、ダブル選挙に備えて衆議院の方の候補者も今現在ペンディングになっている候補者がたくさんおりますので、そちらの選考も随時進めていきたいというふうに考えております。参議院のマニフェストの方は小沢先と代議士を、まあ、座長といいますか、副会長といいますか、そういうポジションについていただいて、浦野事務局長の下で、参議院の方のマニフェストも早急に、まとめていくということで、PT も設置するということが決定をされています。6月上旬にはですね、最終決定をして皆様方にご報告させていただきたい、そういうタイムスケジュールで進めているところでございます。本日は以上でございます。それでは質疑応答とさせていただきます。挙手の上、所属お名前を述べてから少し大きな声で質問してくださいますようご協力お願い申し上げます。すみません、朝日新聞の藤原です。少し早いんですけれど、渡辺芳美前衆院議員のことでですね、まさに日本維新の会とみんなの党と第3局それぞれ並び立っていた時の港の党首の渡辺さんなわけですけれども、今後その入られた後にですね、大阪維新の会として渡辺さんに期待されること、どんなことがありますでしょうか。まあ、ご存じのように行革担当元大臣でありますし、霞ヶ関のことはよくお分かりになっていると思います。改革マインド、また方向性、スピリット、そういうものについては私たちとほぼ同じだというふうに思いますので、今までの経歴、キャリアを生かしてですね、我々のこの改革、これを推進していただくということを期待ご質問ございますか。関連では、先ほど言われ
展開するにあたって大阪にあのかなり強みを持たれていると思うんですが、他の地域の票を取れる中華さんの秘密を考えてらっしゃるかと思います。あのそれはお楽しみに来ていただきたいと思います。そうですね、まだあの選挙区も最終調整している選挙区がありますし、まあ、比例の方でも数名手を挙げていただいている方もいらっしゃいます。被災地 その義援金は皆さんの給料というか財布を2割カットしたものをそのまま義援金に充てるということになるんでしょうか。まあ2割カット相当額ですね。で今所属議員22名、おりますので、その2割かける22名分を党として政党として、被災地の自治体にお届けする。まあ、じゃあ、大分の方が熊本ばっかり注目されているというような思いを持ちだということも聞きましたので、まあ、その辺の配分とかですね、あの金額については相談した上で決定していきたいと思います。総額でいうといくらになるかというのは、まあ、ざっとした概算ですけれども、約500万。まあ、党にお金がありますので、まあ、その個人から一人ずつからこう寄付を集めるという、まあ、形ではなしに、党の中のお金の2割相当分を送りさせていただく、そういう、まあ、理解ではないか。それはいつ頃までというのはどうでしょうか。できるだけ早急に。今回先ほども申し上げたように、東北の震災の時のように、まあ、私はこの国会挙げてですね、そういうことをするべきだと思いますが、なかなかそういう声は我々の声が届きませんし、またそういう声が他党から上がってくるような国にもありませんので、ですからまず行動を起こすという意味で1ヶ月のをやっていただきたい。そういうことです。その他ご質問ございますか。すいません、河村市長と連携についてまた改めて伺いたいんですが、公園に関してなんですけれども、その分がやはり少しお熱になっているっていう河村市長がですね、透明に一定のこだわりをお持ちだということは、私も直接お話をしましたので、そういう思いをお持ちだということは分かりだしております。ただ、まあ、それがどういう、まあ、具体的に名前になるのか、全くその維新という名前を消されたということなのか、まあ、維新という名前を使った新たな名義を考えておられるのか、その辺はちょっとよくわからないですね。ただ、まあ、その辺のご意見も聞きながら、川村さん側から伝わってきているのは、そのすぐに交渉をやめるとか、そういうつもりはありません。まあ、お互いにこの、まあ、つながりがあるわけですから、それはまあ大事にしている。そういう、まあ、お話はしております。その他ご質問ございますか。それでは定例会見終了させていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。